浜名湖産牡蠣と、そして三ヶ日みかん、それぞれ浜松の名物を大福にしてみました。ということでですね、ぜひとも早速食べてみたいかなと思います。じゃあまず浜納豆の方からですね。まあ見た目はすごいですけど、いただきます。これ。餅の甘みと塩味が絶妙にうまいですね、これ。はい。じゃあ次、牡蠣いきますね。いただきます。寿司みたいで、本当に。これはいけますね。じゃあ最後、三ヶ日みかん。これ色鮮やかですからね。これ絶対最後デザートにいいと思います。いただきます。すごい。みかんの、おそらく酸味とですね、米粉がですね、互いに消し合ってすぐになくなりました。美味しかったです。